はい、どうも高尾です。レオパレス生活最終日、片付けの方がね完了しましたのでね、これからレオパレスに住むかなと思う方は、参考にしていただければ幸いです。玄関の方がねこんな感じになっております。おっと、今ね最後のゴミ出しの準備しておるんですけど、こちらほい、靴ケースがね意外と充実していて、こんな感じでね、結構シューズボックスは、充実しております。はい、洗濯機、こちらの方はね、標準装備でついてるタイプの、やつです。結構ね最初から綺麗だったんですけど、最近の洗濯機は綺麗ですね。こちらが風呂場、かなり狭いですね。もちろん何もないので、椅子とかね買わないと、ちょっとね、体洗うのにきついかなと。でユニットバス方式に似てるんですけど、トイレは別になってます。分電盤ですね。こちらの方に分電盤あって、分電盤、しょっちゅう落ちるんですけど、こちらの主回路、これが自動的になんか復旧するシステムみたいなんで、だいたい30秒ぐらいしたら自動復旧します。なんか容量ちょっと少ないんじゃないかな。すごく落ちますわ。はい、次トイレ、こちらね、注意事項、入居する前にトイレットペーパー1ロールはね持って入居してください。ペーパーついてません。なかなかね、大変な状態になってしまいますね。ご注意の方お願いします。でトイレの方ウォッシュレット、こちらの方ね標準装備になってますんでね、さすが時代だなという感じです。スイッチ類はね昔ながらの、フルカラータイプ、パナソニックのフルカラータイプです。ナショナルと書いてるんでちょっと古いかなという感じですね。はい、あとは家具、冷蔵庫ね、2段型ですね。そんな容量ないんですけど、上が、冷凍ですね。はい、下の方がね普通の冷蔵庫なんですけど、注意事項があってここにダイヤルがあると思うんですけど、これね、結構いい感じでパワフルにやってると物凍っちゃいます。電子レンジ、こちらの方はねちょっとくせ者なんですが、エアコン使いながら700ワットでねこうやって設定するとよくね落ちます。ですので自分は500ワットにやってるんだけど、500ワットプラス、デスクトップ PC を起動しながらやると落ちます。ということでね電力事情がねちょっと厳しいかな。でコンセントの方なんですけどね、本当に数えるだけしかない感じですね。3つ、まず洗濯機のところ1つで、電子レンジと、冷蔵庫用のが1個、そして居室なんですけどこれね机、はい、こちらの方にね1個窓側に1個あるだけです。これね全部のレオパレスっていうわけではないんですけど、本当ね少ないですね。でこちらがベッドルームになります。こちらの方にね段々になって、そこそれぞれ収納庫になってますんでね、なかなか面白い構造になってますね。ほいほい、こんな感じですね。ほい、これ、小物ケースがこうなってるんで、
あ結構ねこういうデザインで応用するとねかなり物が入るっていう感じです。まあ正直自分の部屋よりね全然大きいんで、こんな収納の方法があるんだなという感じですね。でここのいただけないんですけど、ね、ここにねペット灯ついてるんですけど、ね、この辺にねこの辺かねコンセント欲しいんですよ。まあ今ご存知、スマートフォン充電しながらまあ大体ね、目覚まし時計代わりにしてる方もいると思うんで、ね、そうしますとぶっちゃけそこにあったコンセントこれを使ってぐるーっと延長コードやって、まあ自分の場合生活2ヶ月ちょいだったんで、まあ本気でモール配線とかやんなかったんですけど、まあこうやってモールをいかにしてはわしていくか、これがねちょっと工夫がいります。現状復旧するんでね、まああんまり強力やるとガバガバになっちまいますんでね、まあほどほどの粘着力でやるしかないと思います。はい、これがね一応メインの机にしといたやつなんですけど、はいっと、はい、こんな感じでね、机が、ね、展開するようになってます。まあ、自分の場合ねもう一個ね、YouTube 撮影機材撮影用のね、ものの机持ってきてたんですけど、ディスクトップはね置けないことはないんですけど置くとね食事スペースがなくなってしまったんで、まあちょっとね、サブの、展示用の机を置きながらまあ生活をしてました。で標準装備の椅子なんですけど、まあぶっちゃけ言えば腰痛になりますわ。長くの、座ってますとね、まあ腰痛持ちはちょっときつい、やつが2個付属してますんで、まあ他のね撮影してる方のやつ見るとまあこちらの下の方にぶっ込んで、やってるような感じです。この収納庫の上にもねコンセント1個とかねあればすごい便利だと思うんですけどね。あとねこっちの上の方にも収納庫がありますね。でテレビはね標準装備なんですけど、ぶっちゃけ自分テレビ見ないんでほとんど使ってないですね。でこちらの裏の方にねレオネットっていうね環境があってLANケーブルが1本、来てます。でこちらの方に、無線LANモジュールなんですけど、まあこいつね遅いんですよ。なので自分は、バッファローの、ルーターをエアポイントモードで、使っておりました。でこの形式がねちょっとね分かりづらい。あここにもねあとここにも1個、コンセントあるんで合計4つですね。あと、LANケーブルがね直結でこのまま来てますんで、まあ普通に、エアポイントにアクセスポイントに、挿すだけでねまあ使えるんですけど、契約しないと、レオネットの方が使えません。基本的に3,890円だったかな。まあちょっとそれぐらいでちょっとお高いんですけど、ネットフリックス付きらしいです。らしいんだけど、まあそんなにねスピードは速くないですね。まあ自分の場合2ヶ月ちょいだったんで、わざわざね、大手のキャリアの 5G 端末それをまあ買ってまでというのはね経費的にちょっともったいなかったんでね、2ヶ月の間、経費削減で、ネット環境を、整えた感じです。まあこっからね、まあ、YouTube の動画をちょろっとね
まあ、正直仕事がハードすぎてね、編集する気にならなかったんですけど、ちょっと時間ある時に作ったやつを、まあ、アップロードしてるんですけど、まあ、アップロードがそこまで苦にならないぐらいのスピードは出てました。まあ、もちろん家の自宅の方がね、環境がまだいいんで、早いんですけど、まあ、こんな感じで、レオパレスの、システムですね。まあ、1ヶ月、2ヶ月と20日、約50数日、暮らした、レオパレスの部屋になります。まあ、出張ね、よくする方は、使ってる方もありますけど、もしね、生活費を切り詰めるというね、手もね、結構あります。こちらの方、甲府の、山梨の方のね、レオパレス、なんですけど、まあ、竜王市なんですがね、こちらの、やつなんですけど、まあ、相当ね、お安いんですよね。都内でもね、まあ、5、6万で地元のやつ、検索するとね、借りられるんで、最初の、資金、貯めたい方はね、このレオパレスのシステムはちょっといいかもしれません。エアコンの方はね、これも、標準でついてますけど、まあ、これリミットね、なんかついてなかったんで、まあ、24時間、使えてました。はい、こんな感じでね、ほい、レオパレスの、一部屋、50何日間の生活、やっと完了になります。まあ、これがね、動画配信復帰第一歩になるのもどうかと思いますけど、まあ、ネタとしてね、見ていただければ幸いです。はい、それではね、本日の動画以上になります。もしね、この、レオパレスの一部屋の、紹介参考になったら、幸いです。もしよろしくはグッドマーク、よろしくお願いします。それでは失礼します。